ホールデンコモドア。コモドア。コマドアは、オーストラリアの自動車メーカーで、ゼネラルモーターズの子会社であるホールデンが生産、4代目まで、と販売をする乗用車である。ホールデン HZ キングスウッドの後継者。なお、HZ キングスウッドは1980年3月30日に、フェースリフトされた VC コモドアの生産開始まで、販売された。プラットフォームは、 GMV プラットフォームが用いられ、ボディシェルはオペルレコルトをベースとしたが、より大型のホール電製、磁気力あるいは V8 エンジンを搭載するため、フロント周りはオペルセネターのものが移植されており、見た目はオペルコモドーレと似たものとなった。またオーストラリア奥地の厳しい路面状況等に適応するため、ボディ剛性の強化が図られ、その開発費用は1億1。 レレレレレレレ、オーストラリアドル以上であったと報告されている。オフエンジンは主に、キングスウッドのものが、キャリーオーバーされ、時気力2.85リットル、時気力3.3リットル、V84.2 リットル、V85 リットルのエンジンが搭載された。なお、これらのエンジンは、カバー部分が赤く塗られていたため、レッドモーターと呼ばれる。 トランスミッションには4速 MT と3速 AT が用意され、V85 リットルエンジンにはターボハイドラマティック30、400、3AT が用意された。総計で95,906台が生産され、1979年にはオーストラリアで最も売れた車となった。また、リーズナブルな価格設定と優秀なエンジンによって、1979年に ホイールズマガジン氏のカーオブザイーに選ばれた。グレード構成は、コモドア、コモドア SL、コモドア SLE の3種類が用意された。ただし、ワゴンには SLE グレードは用意されなかった。VB コモドアのマイナーチェンジモデル。特徴としては、エッグクレート合紙型のフロントグリルが挙げられる。VB コモドアに改良が加えられ、 コモドアのオーストラリアのベストセラー車としての地位を保守した。最大の変更として、シリンダーヘッドやカムシャフト、ピストン、キャブレターなどを一新した新型の XT5 型エンジンを搭載し15%から25%燃費を向上した。新型のエンジンカバーは青色で塗装されており、VB コモドアのレッドモーターと対比させて、ブルーモーターとも呼ばれていた。また、 新たに1.9リットル4気筒エンジンが搭載された。なお、このエンジンは、スターファイア4と呼ばれ、2.85リットル6気筒、ブルーエンジンから2気筒が取り外されたものであった。トランスミッションについては、コモドア VB と同一であった。その他、ハンドリングやドライブフィールを向上させるために、サスペンションの変更を行い、クルーズコントロールなどのオプションが追加された。 また、エクステリアデザインの小変更も行われた。グレード構成は、新グレードの L が加えられ、L、SL、SL、E の4種類が用意された。VC コモドアのマイナーアッチェンジモデル。車高を低く、車幅を広く見せるために、ホライゾンタルフラットグリルを用いて、フェイスリフトされた。エンジンは、VC コモドアと同一のものを用いたが、1.9リットル。 および2.85リットルエンジンは燃費向上のため改善され、それぞれ12.5%と14%燃費の向上がなされた。さらに、4気筒1.9リットルと6気筒2.85リットルエンジン搭載者には、オプションでトランスミッションを高速 MT にすることができるようになった。グレード構成は、SL、SL、X、SL、E の3種類となった。 SLE には初めて、クルーズコントロールと平均燃費、平均速度を測定するトリップコンピュータが標準装備となり、また、トリップコンピュータについては SLX にもオプションで装備できた。また、ワゴンには SLE グレードは用意されず、SL と SLX のみが用意された。1979年に第二次オイルショックが解決し、 フォードファルコンにベストセラー車としての地位を譲った。VH コモドアのマイナーチェンジモデル。プラスチックバンパーや6ウィンドウデザインが初めて用いられた。またテールライトやフロントグリルのデザインが変更され、LED などを用いたダッシュボード内の小変更が行われた。エンジンは2.85リットルと4.2リットルエンジンは廃止され、5リットル V8 エンジン。 ただし後の1985年にオーストラリアの規制により4.9リットルエンジンに変更されるとブルーエンジンより少し出力及び燃費が向上れた2種類の時期43.3リットルブルーエンジンが搭載された。またニュージーランド市場においては引き続き1.9リットルエンジンが搭載された。ベースグレードが SL の代わりにエククティブとなり、 オートマチックトランスミッションやパワーステアリングなどが装備された。また、SLX はベルリーナに、SLE はカレーとなった。ワゴンモデルはエクゼクティブとベルリーナのみのグレード構成となった。ただし、特別使用者のバケーショナーの名前は再び用いられた。また、SS シリーズも存在し、V84.9 リットルエンジン搭載車の性能向上版と、 限定車の LM5000 と SS グループ3よび SS グループ A とカレーディレクターセダンが用意された。モータースポーツについてはバサースト1000において1984年のグループ C と1986年のグループ A で優勝しホール電車で初めてモータースポーツで活躍をした車であった。組み立てはニュージーランドウェリントン近くの GM トレンサム 組み立て工場でも行われ、現地でも販売された。オーストラリア国内仕様とは、若干異なるテールランプやホイールデザインが採用され、1.9リットルエンジンも搭載された。さらに、カレーの代わりに4気筒および6気筒エンジンを搭載したロワイヤルが販売された。VK コモドアのマイナーチェンジモデルで、初代コモドア最後のモデル。 これまでのモデルとは大きくデザインを変更し、全体的にデザインが流線型にまとめられ、トランクリットには小型のスポイラーが取り付けられた。ヘッドライトのデザインも大幅に変更されて、横長のものが採用され、カレーにはユニークなハーフヘッドライトカバーが装備された。インテリアについても小変更が施され、スイッチ類の配置変更やダッシュボードの一新などが行われた。 エンジンは直列6気筒エンジンについては以前のブラックエンジンに代わり日産自動車の OHC3 リットル RB32、e、エンジンが輸入され搭載された日産製のエンジンを用いた理由は1987年1月1日からオーストラリアの規制により燃料に無限91億単価を用いなければならないようになりブラックエンジンが 無塩ガソリンに適応できかったためである。さらに、6ヶ月後には、ターボ搭載の 150kW の RB30ET が搭載された。なお、日産自動車に対しては GM が4速 AT を供給した。また、MT 車には、日産の MF5 が、ターボ車には、MX7 が用いられた。また、ニュージーランドにおいては、 同じく日産性能6気筒2リットル r b 2 0 e も搭載し、トランスミッションは、ジアトコの4速 AT が用いられた。V8 エンジンについては、当初1983年に、ライバル社のフォードファルコンの V8 モデル製造中止が決定していたため、無塩ガソリンに適応させずに製造中止になることが考えられていた。しかし、メディアによる、 v 8 s t ィ l 9 8というキャンペーンにより生産の継続が決定され、結局ホールデンの V8 エンジンは1999年まで生産が継続された。V85 リットルエンジン搭載車は1986年10月に SS と共に発売された。このエンジンはトルク、出力共に向上し、出力 122kW ト,トルク 323Nm を誇る。 トランスミッションは3速 AT とボルグワーナー T-55MT が用いられた。グレード構成は VK コモドアとほとんど変わらないがワゴンモデルにもカレーが台数限定で販売された。また1988年にはボディカラーがシャンパンの特別使用者シリーズ200が販売された。コモドアが2台目にモデルチェンジしミディアムクラスセダンから フルサイズセダンにクラスアップした。オペルセネター及びオペルオメガをベースとし、仙台同様に GMV プラットフォームを用いているが、仙台よりも全長、全幅が増加した。そのため、ライバル車のフォードファルコンと同クラスとなった。オーストラリアドルと日本円、アメリカ合衆国ドルの変動により、日産製エンジンを搭載することが困難になり、代わりに、 アメリカ製の旧型のビュイックエンジンをベースとする独自の90度 V6 エンジンを製造した。ただし当初はビュイックのエンジンが輸入されていた。また V8 エンジンは出力が1 6 5キロワットに増加した。両エンジンは静寂性は優れていなかったがパフォーマンスにおいては評価された。またニュージーランド市場やシンガポール市場向けに オペルベクトラ A に搭載されるファミリー E4 機等2リットルエンジンが搭載されるモデルも生産され、ホールデンベリーナの名称で販売された。また、このモデルは、ジアトコ製4足 AT が用いられた。なお、ニュージーランド市場においては、当初3リットルの VL コモドアと併売がなされた。グレード構成は、エクゼクティブ、S、SS、ベルリーナ、カレーが用意された。 また、5リットルエンジンや、スポーツサスペンションなどを搭載した、オーストラリア及び、ニュージーランド警察向けの BT あるいはポリスパックや、特別使用者のバケーショナー、ニュージーランド市場向けの V6 エンジンを搭載する、スポーツモデル、GTS が存在した。1991年10月生産が終了され、総計で215,180台が、生産された。 VN コモドアのマイナーチェンジモデル。主にフロントグリルなどのエクステリアデザインが変更され、またエクゼクティブには半透明のアクリルグリルが採用された。エンジンは VN コモドアと同じ V63.8 リットルエンジンおよび V85 リットルエンジンを搭載したが、V6 エンジンに関しては出力が2キロワット向上され、また静寂性も向上された。ただし、 ニュージーランド市場用に用いられていた時期4ミリットルエンジンは廃止された。グレード構成はエクゼクティブ S、SS、ベルリーナ、ベルリーナ l ル X、カレーの6グレード構成で、ベリーナはカレーよりも安い上級グレードで、ベルリーナ l ル X は中級グレードであった。特別使用車として V8 エンジンを搭載する SS に V6 エンジンを搭載した。 s s v 六仙台同様警察向けの b t 一九百九十二年十月に販売されたバケーショナー、ハイパフォーマンスモデルの GTS 及び、九百九十二年九月に三百台限定で発売されたカレーベースのカレーインターナショナルが存在する。エクステリアデザインがより流線型になり、またアンチロックブレーキシステムなどの安全装備の強化、 なども行われた。最大の変更点として、リアのホイールアーチの形状が従来の台形から円形に変更されたことが挙げられ、テールランプについては、視認性の向上のため位置が上部に移動した。また、カレートアクレーム、アクレーム、シングレードには、ABS ブレーキやインディペンデントサスペンションがオートマチック車のみに装備されたが、オーストラリア車では、 初めての採用となった運転手用サイドエアバッグが装備された。トランスミッションについては GM の4リットル6 0 e トランスミッションがターボハイドロマティック 700R4 として用いられた。グレード構成はエクゼクティブ、アクレーム、S、SS、バリーナ、カレーの6構成でシングレードのアクレームはエクゼクティブの安全性を強化したものであった。また、 このモデルは V6 エンジンやトランスミッションなどを含めて頑丈であったが、旧式の塗料を用いていたため、塗料が酸化されることがしばしばあった。VR コモドアのマイナーチェンジモデルとして発売された2代目コモドア最後のモデルである。エクステリアデザインはあまり変更されず、ホイールのデザインとホールデンのロゴマークのみが変された。エンジンについては新設計された ビュイックの V6 エンジンを用いた。このエンジンは VR コモドアのものと比べ、出力が 17kW 増加し、また、燃費も5%向上しした。また、組み合わせられるトランスミッションも、新設計の GM4L60E を用いた。二代目同様、フルサイズセダンであった。オペルのプラットフォーム、V プラットフォームが用いられた。なお、 当初は3代目にモデルチェンジせずに2代目モデルにオペルオメガ B のエンジン及びトランスミッションを用いることが考えられていた。デザインは先代モデルよりもさらに流線型になり出力も向上されたほかボディ剛性や衝突安全性も改善された。アメリカでも GM がビュイックブランドとしてコモドアを販売する計画があり、 GM から開発費の援助がされた。その後、1996年に、ビュイック XP2000 という名称のコンセプトカーがアメリカ内で公開された。しかし、VT コモドア発売直前に、この計画は中止された。ただし、ホールデンは、左ハンドル仕様の VT コモドアを、シボレーブランドのルミナとして、インドシナよび中東で、また右ハンドル仕様の同 VT コモドアを、 南アフリカで販売した。2000年10月に VT コモドアのマイナーチェンジモデルとして生産が開始された。主な変更としてエクステリアデザインの変更と衝突安全性の向上がなされた。エクステリアデザインの変更としては主にヘッドランプの変更などが行われた。またセダンのテールランプについてはバリーナセダンとカレーセダンは左右のライトが続いており、 他のグレードは2つに分離していた。また、安全面については、ボッシュ製5.3リットルエンジン搭載車には、ABS がオーストラリア車で初めて標準装備となり、マニュアル車にはトラクションコントロールシステムが装備できた。衝突安全性については、側面からの衝突安全性を向上するため、B ピラーの改良が行われた。エンジンについては、ビュイック製、 V63.8 リットル e c o t e エンジンの出力を 152kW に向上させ、燃費についても3から4%回向上させた。また、死亡冷製の V85.7 リットルジェネレーション E エンジンは出力が 225kW に向上された。グレード構成は、エクゼクティブ、アクレーム、S、SS、ベルリーナ、カレーの6構成であった。 2001年8月には、サスペンションなどの小変更が行われ、仙台同様 VX、コモドアシリーズ E として販売が開始された。その後、2002年9月に生産終了した。2002年9月に生産が開始された、VX コモドアのマイナーチェンジモデルである。仙台よりも安全性やエンジンの性能、パワートレイン、ハンドリングなどが向上され、さらに、 エクステリアについては、フロントグリルのほか、ヘッドライト、テールライトのデザインが変更され、前後のデザインが大幅に変更された。また、センターコンソールやホイールのデザインなども変更された。グレード構成は、エクゼクティブ、アクレーム、ベルディーナ、カレー、S、SV8、SS の7構成で、シングレードの SV8 は、S と SS の中間グレードであった。 2003年8月にはシリーズ E が発売され、クルーズコントロールやフロントパワーウィンドウなどが追加され、インテリアドリムのデザインも変更された。その後、2004年8月には生産が終了された。2004年8月にバイ、コモドアのマイナーチェンジモデルとして生産が開始された3代目コモドア最後のモデルである。エンジンは V63.8 リットル。 エーコテックエンジンに代わって、出力、燃費が向上した175、190kW の新型 V63.6 リットルロイテックエンジンが搭載され、2006年1月1日からのユーロ3に適合した。また、V86 リットル L76 エンジンも搭載された。グレード構成は、エクゼクティブ、アクレーム、ベルリーナ、カレー、SV6、SV8、 SS の7構成で、シングレードの SV6 は、スポーツモデルの最安価版であった。また、アクレームとエクゼクティブのグレード名の利用はこのモデルで、終了した。このモデルでは改良版のシリーズ E が、発表されなかったが、2006年1月には、細部の変更が行われた。また、小型車人気による大型車のシェア減少や、原油高に加え、 フルモデルチェンジを間近に控えていたこともあり、販売台数は振るわなかった。2006年8月にはセダンが生産終了となり、そして1年後の2007年9月6日には、ワゴンも含めて完全に生産が終了された。コモドは4代目のモデルで、これまでのモデルのベース車であったオペルオメガが生産終了となり、GM の別の FR プラットフォームのシグマプラットフォームも、 使用時にコストがかかることなど理由に完全な独自生産モデルとなった。なおこのモデルのために開発されたプラットフォームはゼータプラットフォームと呼ばれる。このモデルの開発計画は1999年から存在しており、販売までの7年間で10億オーストラリアドル以上の開発費用が費やされ、340万 km 以上の走行テストが行われた。 ホールデンのエクステリアデザインマネージャーである、ピーター・ヒューズが、当時のホールデンのデザインディレクターのマイケル・シムコーが、作成したスケッチを元に二次元イメージを作成た。販売されるモデルは、テールライトなどの形状はこのイメージから変更されたが、基本的な部分は受け継がれた。さらに、販売2年前には、シドニーのオーストラリア国際モーターショーにおい、ベイ、コモドアのプレビューモデルである。 コンセプトカーのトラナ TT36 が発表された。ステアリングや窓、ハンドブレーキレバーなどはこのモデルのものが使われた。このモデルのバッチエンジニアリング車は中東、南アフリカ市場では、シボレーエルミナ、ブラジル市場では、シボレーオメガ、英国市場では、ボックスホール VXR8 として販売された。アメリカ市場でも当初は、ポンティアック G8 として販売されたが、 ポンティアックの廃止に伴い一旦販売終了し、後にシボレー SS として再上陸を果たしている。グレード構成は、オメガ、オメガ、SV6、SS、ベルリーナ、バーリーナ、カレー、カレーの5構成で、新グレードのオメガについてはエクゼクティブ及びアクレームの後継的なくらい付けである。エンジンについては、基本的に先代からのキャリーオーバーであり、 2006年10月には LPG とガソリンのフレックス燃料車が追加された。LPG 価格はガソリンよりも安価で2000をオーストラリアドルの税金優遇もあったが、出力は 180kW から 175kW に、トルクも 330nm から 325nm に低し、燃費も悪化している。また、エンジンの配置については当初フロントアクプル後方に、 配置する予定であったが、衝突安全性などについても考慮され、バッテリーなどエンジンの一部がフロントアクスル前方に配置され、さらに燃料タンクの位置もリアアクスル前方再配置したため前後の重量配分が50、50となった。しかしアンカップの正面衝突テストでは、仙台モデルよりも低い評価を受けた。国内生産されていた仙台までに変わって、2代目、 オペルインシグニア、インシグニア B をベースとするため、駆動方式が歴代初の FF へと変わった。ベースであるインシグニア自体にセダンの設定がないため、インシグニアのグランドスポーツに相当するリフトバックがセダンの役割を担う。リフトバックのほか、インシグニアのスポーツツアラーに相当するスポーツワゴン、インシグニアのカントリーツアラーに相当するツアラーを用意する。 エンジンは、オペル製2.0リットルガソリンターボ、コモンレールディーゼルのほか、インシグニアには設定されない、LGX 型3.6リットル V6 も用意。ツアラーは3.6リットルのみされ、すべてのエンジンが8足 AT ないし9速 AT と、組み合わせられる。また、3.6リットルは、コモドア発となるオードのみと組み合わせられる。リフトバックの最上級グレードである、 VXR には20インチアルミホイールやブレンボ製ブレーキなどを装備する。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。